が中を伺います。ちょっと藤波がですね、はい、山さん何かあのコーナーですね位置を変えたり、はい、あるいはポジションちょっとずらしてみたりというふうにですね、はい、落ち着かなく見えるんですが、はい、やはりやる気というものが前面に出てるんでしょうかね。出てますよ、今日の運営の中でまだまだいい方ですね。あ、そうですか。だいぶ回復したでしょう。まあ膝の負傷ですね、はい、実戦の中で、はい、尻上がりに、はい、その調子を上げていかなきゃいけないというのは、はい、本当に戦う男にとってシビアなことでしょうけれども、はい、しかしそれをやんなきゃいけないわけですからね。そうですね、ただ練習してるだけでやっぱり実戦にはですねやっぱりどうしようもないですからね。そうですね、やはり実戦やってこそですね、プロレスラーですからね、はい、さあ藤波とジミースヌーカの一騎打ちになりました。さあスヌーカが藤波を投げて手刀を喉元に落としていきました。そしてバックからまさに野生味あふれましたドスカラス。何かドスカラスのマスクもですね、はい、このシンクをベースにしておりまして、はい、ちょっと今までと変わってますよね。そうですね、まあ、そこら辺とも新規一点というんですかね、そういう感じあるんですよね。なるほど。さあ藤波が中に入りました。今シリーズリーグ戦線変えて猪木とのコンビ結成、これを辞退した藤波。さあ出た出たフライングボディアタック、フライングボディアタック、プランチャー攻撃はセカンドロープから、セカンドロープから発射された。さあチケットに入る木村健吾に対して、さあ足を挟み込んでフライングヘッドスターストロップ、木村健吾、そして藤波辰巳も巻き込んだ。これは新日ニューリーダーコンビにとっては屈辱の攻めだったんじゃないですか今のは。あ、そうですね、翻弄されましたからね2人が。そうですね、しかしその後ですね、スヌーカー結成を今シリーズ辞退いたしました。猪木は佐々木誠二とゴールデンコンビ久々に復活いたしまして、今夜リーグ戦が待ち構えているわけであります。今夜の郡山市総合体育館からの実況生中継。さあ木村がちょっと捕まってしまいました。まあおーっとまたしてもツープラソンでアトミックドロップか。今はスヌーカーの足がヒットしておりました膝が。そうですね、はい、まあ、おっとジャイアントスイング、ドスカラス思い切った攻撃であります。さあジャイアントスイングに持っていく木村健吾、この100キロ以上の体をジャイアントスイングで投げ飛ばしました。ちょっと足元がおばつかないように見えたんですが思い切った攻撃ありますね。そうですね、まあ、あの正直言ってですね、まだドスカラスがやると思わないでしょう。そうですね、ですからそういう点では木村選手ね、はい、と思うわけですよね。そうですね、まあ、かえってそういうのは、ね、きついですよね。はは、はい、精神的な部分でプレッシャーかかってきますよね、はい、このジャ、あの、はい、ごめんなさい、はい、ジャイアントスイングというのはなかなかね大きい選手なんてできないんですけどね。そうですよね、はい、まあ、それからですね今攻め込んでいるドスカラスなんですが、はい、山本さん面白い話としてはですね、はい、プロレスラーになる前に、はい、このドスカラスは中学校の生物学の教師だったんですね。あ、そうですか、これは面白いプロフィールを持っておりますよね。オートローリングクラッチワード、よくアメリカの選手ではいますけどね、はい、スーパースターもそうでしたし。そうですね、中学の教師ですよね、はい、まあ、そういう意味でアメリカにいるんですけどね、歴史くらいは初めてでしょうね、まあ、中学あまり僕も聞いたことないですね、はい、中学校 の、 その生物学の教師だったということでまあ、覆面をかぶって先生はしていなかったと思いますけどもさあドスカラスに対して藤波辰巳がここでシッチータイプを分かるか。さあお名返上とばかりに藤波辰巳が突っ込んでいく、ここで勢いに乗ってくるか、ドロップキック、これが一つの弾みになるか藤波辰巳、マッチョドラゴンの見せ所だ。そんなことないと思うんですけどね。あ、そうですか。いや俺も木村選手には負けたくないと、大丈夫だよっていうのを、ね、見せたいって気持ちありますからね。まあ、コンビ内におけるプライドのぶつかり合いも当然ありますからね、はい、さあどうだ、ラリアート藤波の電光石火四年一戦ラリアート、さあ稲妻レックラリアートにつなげる、腕によるそして足による攻撃、ラリアートからレックラリアート、さあ腕を使って足を使って新日ニューリーダー手足を使っての攻撃から、さあどうだ、しかしながらフォローに入ったドスカラス、いいところまで詰め寄っていただけに、今度はドロップキックで藤波を削らせた、リング下に転落、さあここで出るか出るか、トップロープから弾みをつけてのプランチャー、山本さん、はい、今のはトップロープ、はい、一瞬着地して弾みをつけましたね。よくつけ、上がりますよね。そうですね、あそこら辺とかうまい。さあトップロープからジミースネーカー出るか出るか、ジミースネーカー飛んだダイビングヘッドバット、これはどうだ、これはどうだ、危ない、フォローに攻めのところで入りました、鍵一発出ました、ジミースヌーカふわりと飛んだ、今日の五条の橋の上ひらりひらりと身をかわす牛若丸にも似て恐るべきジミースヌーカの攻撃、今度はドスカラスのスペースバトル、空中戦をかわしていった木村健吾、千載一遇のチャンスだ。さあどうだ、ドロップキック金口、もう一回ヒット2連発チャンスですね。チャンス、はい、さあバックドロップ、藤波辰巳のバックドロップ、これはどうだ、木村がフォローに入ります、